チキー。ラジオ。こんにちは、コウキ TV のコウちゃんです。グッドボタン押してね。チャンネル登録もお願いします。仮面ライダーセイバーに関する新しい情報が入ってきました。はい。2つあるんですけど。ほう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 。まず1つ目ね。商品情報。仮面ライダーブレイズに変身できるデラックス水星剣流れエンブレム&ライオン戦記ワンダーライドブックが9月5日に発売。これね、え、じゃあエンブレムと、そう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 、ここのソードは一緒みたいね。え、青く光るんかな。青く光っとるよね。でもここ明らかに、うん、これがエンブレムでライオン戦記ね。ライオン戦記は食眼、そうそう、食眼は持ってるよね。うん。それともう一つが仮面ライダーセイバーの新商品情報。これはね、9月19日に発売のおもちゃで、うん、仮面ライダーバスターに変身できる変身聖剣デラックス怒号剣激怒、難しいね。怒号剣激怒、漢字が難しいけど、が9月19日に発売されます。最初と最後に土っていう漢字が使われてる。そうそうそう、なんか見た目は電王電王みたいなね、顔つきしとるね。先にこっちの仮面ライダーブレイズの方を見ていこうか。うん、目はなんかジンみたいな。バーン、ファルコン。こっちね、目がとんがっとるよね。デラックス水星剣流れエンブレム&ライオン戦記ワンダーライドブック。水星剣流れにモードチェンジ、エンブレムをリード。あ、ここね、はあ、読み込んでエンブレムをセット。なるほど、賢いね。そういうシステムか。読み込まんにゃいけんのよね。はあ、はあははあ、水星剣流れにモードチェンジ。別売りのデラックス聖剣装ドライバーで仮面ライダーブレイズに変身。ライオン戦記。ページを開いて、この青き盾紙が新たに記す気高き王者の戦いの歴史。ベルトにセーブ、流れ抜刀、ライオン戦記、流れ一冊。百獣の王と水星剣流れが交わるとき、紺碧の剣が牙を剥く。ブレイズライオン戦記に変身。別売りのピーターファンタジスタワンダーライドブックで変身。2冊セットして抜刀仮面ライダーブレイズライオンファンタジスタに変身。ワンダーライドブックを集めてパワーアップ。これやばいやん。これも3冊セットして抜刀ができるんよね。うん、じゃあ次はバスターの情報見てみようや。怒号剣激怒の情報はこちらから。仮面ライダーバスターに変身、変身聖剣デラックス怒号剣激怒。これはなんかまた違うソードだよね。全然形が違うね。うん、ここになんかセットしてある。ワンダーライドブックだね。玄武神話って書いてあるのかな。これちょっと見てみようか。うん、仮面ライダーバスター玄武神話に変身。ボタンを押す。玄武神話ページを開く。かつて死生獣の一角を担う強靭な鎧の神獣がいた。この仮面ライダーバスターはこの刀でそのまんま変身するってことかな。じゃないかな。ドライバーなしでね。だってドライバーに入らんよ。ここついとるもんね。だってうん、玄武神話一刀両断ぶった切れドゴドゴ怒号剣激怒激怒重犯。激怒重犯？絶対走行の体験が北方より大いなる一撃を叩き込む。どういうこと？すごいね。難しすぎるやん。ワンダーライドブックをリードして必殺技会心必殺技を狙え。玄武神話ドゴーン。会心の激怒乱毒撃ドゴーン。必殺技発動。リードする回数で必殺技がパワーアップ。玄武神話ドゴドゴーン。3回リードがドゴドゴドゴーン。
新の激怒乱読劇。どこどこどこ。これはでももうこの一冊しか読み込めんのよね。じゃないかね。他のは一応セットできるみたいだね。うん。これジャックンじゃん。ああジャックン。ジャックンとドマメの木。一刀両断。ぶった切れ。パワーアップってことはライダーの見た目も変化するやろうね。うん。一応聖剣ソードライバーでも変身できるっていう感じか。ワンダーライドブックをセットできるよってことよね。うん。この怒号剣激怒は9月19日発売です。これも欲しいね。楽しみやね。なんかかっこいい。はい、というわけで今回は仮面ライダーおもちゃウェブから新しいデラックス玩具の紹介、デラックス水星剣流れエンブレム&ライオン戦記ワンダーライドブックとデラックス怒号剣激怒の情報を紹介しました。いよいよ今週末からセイバーが始まります。とても楽しみです。それじゃあ次の動画もまとめてね。バイバーイ。チャンネル登録はここです。他のおすすめ動画もここに載せておきます。コウキ TV をまとめてね。バイバーイ。イエー。